はあ。あ、ごめんね、大丈夫よ。よいしょ。畑のフォークもらってくだけだから。泥棒やないかいって感じやけど。まあじゃあとりあえず、家も変えたことだし。あ、ってことはもう家で休め。ベッドがないのかな？ああ、ベッドもないのね。なるほど。休めるんじゃないかなと思ったけど、これがあれか、武器の。ほうほう。ってことで私は今から、じゃあ宿屋に泊まって、また冒険へと、準備をしようかね。せっかく家があるのに家で休めないっていうこの感じ。悲しいわ。とりあえずどこだ？あら、ゴーゴートカゲがいたの。あ、こっちの方向か。あ、ここやんね。トンプーテー。あれ違った？あ、でもこっちの方向で合っとるよね。あ、合っとる合っとる。この人おるけん。ここや。お久しぶりの月見さん。あれからなんか進展あったんかな？月見さん。お客様？私に何か。理想のタイプは？包容力のある人でしょうか。少なくとも満作はないかな。言ってあげないで。そんな名指しで。お客さん来たんかと思ったら違うんか。トンプーテへようこそおいでくださいました。普通のベッドなら20ルピー。ふかふかベッドなら40ルピーです。あ、普通のベッド用はあってよかった、ちゃんと。かしこまりました。普通のベッドのお部屋、一泊一名様ですね。お目覚めいつ頃ご希望でしょうか。じゃあ朝で。かしこまりました。お時間までごゆっくり おくつろぎくださいませ。おはようございます。よく眠れましたか？またのお越しを心より待ちしております。よし、これでとりあえず、まあ、体力は回復できた。まあ、いろいろと、クリアしていきたいものはあるんやけど。そういえば、シーカーセンサーずっと切っとるよね、私。探すものを試練の祠に変更しました。他になんか探せるもんあるん？いや、別にないよね。別に特にないよね。これ何？幸せを運ぶた、あれか。え、幸せを運ぶ匠ってさ、クリアせんかったっけ？ああ、なるほど、これか。うん、オッケー、オッケー。んーで、幼き武器マニア、旅人の剣別に持ってないよね。こっちは、憎き羊泥棒。これの場所は、果てのビーチ、これね。果てのビーチは行ったことないとこやったっけ？結構遠いな。一旦こっちの果ての、そんな変わったもんでもないか。まあ一応一旦ワープしてみようかな。あっこまで登るのもまあ結構遠いもんね。ほい、果ての古代研究所。んで、ここに来たのはいいんやけど、方向的にはこっちの方向か。あ、まあこっちの方海あるしね。ってことはこの辺から飛び降りればいいんかな。あの辺にあるってこと？その魔物たちの巣窟は。多分そうじゃない？ここやない？え、向こう側やったりするかな、もしかして。あ、遠そうやね、なんか。若干遠そうやね。ある程度まで飛んだらちょっと、一旦降りた方がいいよね。あ、いや、こっち？あ、ここや。ここで合っとる。この辺やね。大丈夫かな？一旦こう、一気に降りようとした方が。ほら、あっこや。え、待って、これ。はい。なんかめっちゃなんかウキ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 しよるんやけど。あのボコブリンたち。よし。とりあえず。でもそこまで強そうなボコブリンはおらんかな。あ、あのでかいやつおる、なんか。あのでかいやつなんていう名前なんやろ。てか、あれボコブリンなんかな。あのでかいやつも。なんかね、ボコブリの集落に結構あいつおるよね。一緒に。この上からさ、
爆弾使って攻撃するっていう卑怯な手もありなんじゃないかなと若干思うんやけど、どうよ。はっ、どう？どう？気づかれませんように。はっなんかやってきそうな気がしなくもないけど、あいつらまだ踊りよりやん。どんだけなん。ちょっとみんなが大騒ぎしよるというのにさ。お、当たった当たった。こういう感じでやっていけば多少楽にできるんじゃないかなと思うんやけど全然こっちに上がってくる気配はないし、見張りは機能してないもんね。はい、何近づいてきてんだよ爆弾に。アホなボコブリンがね、こうやって近寄っていってくれるけんね。ボコブリンホイホイ的な。へーい、ほら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 、もう半分ぐらい。あ、今のいい感じじゃない？今の感じでさ、あの焚き火のところまで、焚き火のところまでさ、吹っ飛んでくれたら、多分あれじゃない？燃えるんじゃない？あ、ほら、あいつやっつけたやん。イエーイ。爆弾で一匹処理。やったね。ほら、君らがそうやってキョロ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 してる間に、一人お仲間が亡くなったよ。はい、木がもう一個倒れた。なんかぼや騒ぎになったりせんかな。ほら、あいつの体力ももう半分ぐらいやん、あと。見張りのやつはまだこっちに気づかないのかい。ほら、一人仲間がお亡くなりになってもやっぱりみんな、全然、はしゃぐんだよ。さあ、じゃあちょっとそろそろ槍の方が強いか。槍の方が強いね。はい、おい、お前ら、ここまで来ても全然気づかないんだな。アホなのかい？ここにいても気づかれないんだな。気づきそうなもんやけどね。さあ、もう行っても大丈夫なんじゃね？さあ、来いよ。思ったより強かった。イエイ。待って、怖い。待って、怖い。でも、槍の方が絶対。その武器を離、そう。その武器を離せよ。違う、頑張りじゃない。あ、一応そういう注意みたいなんしてくれるんやね。お前、横から。お前の方が絶対強いけん、ちょっと先にやっつけときたいんだ。やっつけれたかな？やっつけれてないよね。多分後ろから来るパターンよね、これ。くそ。ていていてい。よし。槍が壊れた。じゃあ次は畑のフォークかな。はっ。あ、くそ。そこにも黒いやついるのかよ、おい。待って、なんか。お、落ちた？落ちたってことはしばらくこっちに上がってこない。うーそ、誰？誰？お前か？お前、弓か？うるさい。うるさいよ。さあ、そこの、邪魔だ。キー邪魔だ。さあ、おい。来いよ。くそ、こっちがやられそうだ。あとこいつ一匹だけでしょ？いやー、やっぱいいね。何がいいんかわからんけど。こう、地道にさ、くそ。リザルスピアで。
地道に地道にさ、ちょっとずつこう、こっちだよ、気づけや。なんでなんで。お、プカって浮かばないのかい。地道に爆弾で吹っ飛ばした結果でしょ、これ。へいへいへい。で、よし、ここでちょっともう一旦、もう一旦体力回復を。しておいて。ああ。やべえやべえやべえ。ちょい待ってね。はいはいはい。もうちょっとでやっつけれる。多分。その辺まだ浮かんでくるのか。くそ。もうちょっとでやっつけれそうなんやけどな。お、武器を取り上げる。なんか今、ギャーって顔されたけど。武器を取り上がったな、みたいな顔した。あんな、あ、素手だわ、私今。やべえ。あんたから取り上げたこの武器使わせてもらうね。ありがとう。憎き羊泥棒。これであとあのお姉さんにまた話しに行けばいいんかな。イエーイ、いろいろゲット。この辺、やっぱ槍いいね。槍は結構。なになんかけ、あ、羊か。羊の声かな。この辺、樽さ、持ち上げても壊せんねえけどさ、爆弾で爆発させたら多分壊せるよね。これで爆発させたらさ、結構なんかいろいろと、中に入っとること多いやんか。入ってなかった、ここは。はい、リザルスピアいっぱいゲットできる。モリブリンの肝。あれ、モリブリンって言うんや。モリブリンから手に入るとても貴重な素材。料理の材料としては臭みが強すぎて使い物にならないが、虫と一緒に煮込めば薬になる。モリブリンの角。モリブリンの頭部から生えている立派な角。あのでかいやつやろ、モリブリンって。食べることはもちろん普通の料理にも使えないが、薬の材料としては重宝される。モリブリンの牙。モリブリンを倒して手に入れた鋭い牙。硬くて加工にも向かないが、虫と一緒に煮込むことで薬を作ることができる。武器は落としてないのか。あれ？違う、光やった。まあでもいろいろとゲットできたし、やったね。この下とかなんかおったりせんかな。あれ。ああ、なんもおらんか。この下は？あ、すげえ、鉱石とか出てくるんや。琥珀ゲットした。で、よいしょ。あ、ちょ、待って待って待って、サッカーみたいになった。あ、これ、こっちのさ、木の箱も一緒に爆破できるんじゃない？お、なんか出てきたよ、ビリビリフルーツ。ゲルド砂漠のサボテンに実るフルーツ。甘い実には絶縁成分が豊富に含まれており、料理に使うと電気の攻撃に強くなる効果がある。へえ、すげえ、いいやん。そして、リンゴ。お、ひんやりメロン。砂漠でも育つ特殊なフルーツ。ジューシーな果肉には体温を下げる効果があり、料理に使うと暑さに耐える効果を発揮する。へえ、すげえ。なんやろ、この辺のボコブリンは。ここにいたボコブリンたちはなんか砂漠地方からやってきたのかい？なんかそういう感じのものがいっぱいあるけど。ね。そしてちょっと獣。燃えそう。ちょ待って。はい、焼き獣肉ゲットー。あ、そうそう。ほんで、これが解放されたんよね。忘れていくとこやった。ほい。中身は？ルビー。やったね。そしてこの羊たち連れ帰らんでいいんかな。あ、なんか、ボコブリンの角と、お、木の矢5本ゲットやったね。弓はいっぱいなのか。君たち、かわいいね。大丈夫、やっつけないから。それじゃあこれで。さあ、帰りましょうかね。とりあえず、はてなこ大研究所へ。はい、帰ってきました。
で、この辺なんか壊せそうな気がするけど、壊せんのかな。何気に。ね。ああ。吹き飛んで。こういうところはあれか。四角い方がいいってことだね。はい。ああ、四角くても転がる。置く場所が悪いんかな。てか、風が吹き寄るけんか。風強いよ。あ、ここなら大丈夫？ふんふん。別になんもないんやね。絶対何かしらあると思ったのに。まあいいや、とりあえずこれで、あの女の人に報告しに行けばいいんやろ？羊、取り戻してきてはないけど、まあもう、羊を見張ってたボコブリンたちはいないから大丈夫よーって。この下あたりやったっけ？あれ、全然違う？もしかして。あら、どこだ？こっちか。なんか余計な方まで降りてきたかもしれない。あ、どうも。心地よい風。潮の香りはしないけどさ。あ、ごめんちゃん。初対面の方におかしなお話ししてさ。実は私のふるさとであるウオトリー村の海辺の暮らしを思い出してたんさ。いや、ウオトリー村から来たんや。ここ果ての村は景色も匂いも違うけど、私の愛する人が育んだ素敵な土地。あ、旦那さんについてきたってこと？主人と二人で働けてすごく幸せさね。この果ての村から遥か南にある小さな漁村さ。私、そのウオトリー村から嫁いできたロレルっていうわいさ。嫁入り道具と一緒にハイリア大橋を渡って、思えば随分遠くまで来たんさね。すごい冒険だったね。私、こないだ座っとったおじいちゃんかと思った。全然違ったね。あれ、こっちの方向か。あ、ここかな？もしかして。あ、この人じゃない？そうや、そうや、この人や。ねえねえ、殲滅してきたよ。羊たちが落ち着きを取り戻した。危険が去ったことを感じ取ったらしい。私の勘違いだったら謝るが。もしかしてお前が魔物を退治してくれたのか？その通りです。お前って言うなよ。やはり、羊たちが落ち着きを取り戻したので、もしかしたら、と思ったのだ。なんていうかその、ありがとうだ。俺、こんなものしかないが、大した荷物にはならないはず。お、フレッシュミルク、10個も。村で飼われている果ての牛や白ヤギから取れる新鮮なミルク。そのまま飲んでも美味しいが、スープやシチューの材料にもなる。これからは夜はぐっすり眠れる。それで、もしも家じゃなかったら、これからも気軽に話しかけ。いや、なんでもない。照れやか。畑のフォークももらっていこうかなってことやけん、ちょっとボコブリンの骨とかいらんよね。あ、ごめんね、大丈夫よ。よいしょ。畑のフォークもらってくだけだから。泥棒やないかいって感じやけど。あと何かしら。羊泥棒はできたやろ。解放さらなる力。あれね。あっかれ村やっけ？あ、違うわ。幸せを運ぶ匠。もう一人の研究者。あっかれ地方ね。なんか記憶何も思い出してないけど大丈夫？大丈夫ね。ラネールさんのお宝。果ての村の住人、あ、そっか。村の北にそびえるラネールさんにはその昔ハイラルのお姫様が、みそぎに使った知恵の泉があるという。ラネールさん。ラネールさん、ラネールさん、撮影した。ラネールさん。ラネール連邦。なんかその辺のことかな？知恵の泉って言った？なんかそういうの映ったよね。このうるしい家、違うね。全然違うね。これ、この辺かな？全然違うかもしれんけど。まあ、やめておこうか。じゃあ、とりあえず、風を束ねて制する者。四体の真珠を解放せよ。とりあえず目指していこうか、四体の真珠。あ、ここにおったんやね、おじいちゃん。どうもどうも。一番近くの場所は、出てないけど？
何？出てないけど？どういうことやねん。まあ、とりあえずそっちの方に目指していけば。目的設定しとるよね、これ。できとるよね。うんうん。まあ、あっちの方向に進んでいけばいいということかな。あっこの塔にとりあえず飛ぼうか、一旦。え、こっち？こっちの方じゃない、行く場所多分。ってことは自分で走って行った方がいいんかな。ふんふん。はっ。おーし、じゃあ向かっていこうじゃないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。